県民に臓器移植への理解を深めてもらおうと、バスケットボール B1 宇都宮ブレックスの選手たちが啓発活動のサポーターに就任しました。臓器移植推進サポーターに任命されたのは、宇都宮ブレックスの村岸航選手とブレクシーの光さんです。現臓器移植推進協会の小沼一郎理事長から2人に任命書が手渡されました。この取り組みは2011年から行われていて、これまで選手とブレクシー合わせて17人がサポーターとして活動してきました。小沼理事長は、宇都宮ブレックスは多くの県民から愛されるチーム、今回2人にサポートしていただけるのは心強い限りと述べました。県内ではこれまで脳死での臓器提供が18件、心停止後の臓器提供が11件ありました。その一方で、腎臓の移植を望む人は現在およそ200人と、臓器移植をめぐる状況は厳しいものが続いています。サポーターとなった2人は、これから1年間、ホームゲームでの PR 活動やポスターなどを通して、臓器提供の意思表示をする大切さを伝えていくということです。臓器移植ということで、人命にも関わる、非常に重要な活動の広報活動のお手伝いをさせていただくということで、宇都宮ブレックスという名前をしっかり使って、しっかり随所でなんていうんですかね、アピールしていって、より多くの人に知ってもらえるような活動をしていけたらなと思っております。